により乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には帝国より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。魔鋼だまりを目指す。ハグ、ドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで、俺らでやり遂げる。あ。また魔航路の爆破任務だ。クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておく。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。バレット？お。マテリア落ちてる。君はこれでも擁護するのか。いい迷惑だ。アバランチなんて。ああ。爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔航路を止めたりするもんか。へえ。なんだ、文句あるか。文句だと？なの。特にない。ふん。あんたはどっしり構えてろ。チャ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 ンチャ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 ンだ。またも課長が課長がこの列車に乗り合わせるか。そうそう。文句はないんだろう。これなんだ。隣に戻っとけ。ティファのそばにいてやれ。はい。だけど。ティファはそっちじゃねえだろ。はい。分かってますよ。そんなこと言われなくたって分かってますよ。臨時 ID スキャニング中です。臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。
後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変お前ら早く来い。グランドはそいつらお願い。任せ。まずい。 ID チェック厳重になってないなって思ったら本当にあったチェック、ちゃんとしたチェックがまた来た。とりあえずやっとこう。オッケー。あら、まだいた。あー、もうバッチリ特定されてる。急いで。よし、もういないか。早く逃げて。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は新羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 取り者3名の隔離を確認。相当フェーズに投入。ゴルジア様の言う通りってか。仕方ない。駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。ディファ、行けるか。大丈夫。まだ来るか。バレット、バレットどこ行った。みんなクラウド狙わないで。そっちは任せる。頑張るね。逃げても無駄。出番だよ。当たんないよな。ファイヤー。一気に叩き込む。強く。決める。なあ、逃げないで。こけ。よし、やっちゃおう。クラウドがマッチした。ゲー。見せてやる。これだ。あと一体。連携しよう。私に任せて。主義解放。当てる。爆裂拳。気をつけてね。下がって。やっ。うわ。決める。きっとバレットだよ。バレットが戦ってる。後ろ行ってる場合なんてないね。自販機は見るけど。あら、武器とか防具も売ってる。この辺はいいや。ちょっとベンチで回復。バレット待ってね。
よし、バイクがあればな、楽だな、ここ。ありがとね、さっき飛び降りるとき。平気だ、軽かった。もう、何それ。レディに重量の話するんじゃない。おー、電車。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。出た、ハイデッカー。オリジナルのハイデッカーめちゃくちゃアホそうだったんだけど、リメイク版はなんか知的なおじさんに見えなくもない。笑い方同じだけどね。おっと、あー、びっくりした。左側か。いたぞ、手配 ID 所持者を発見、応援を頼む。こいつはね、魔法が効く。燃え上がれ。兵士はもう剣で十分。行け。立てろ。これだ。ああ、かわされた。剣撃が異常に効かないな、メカ。どうってことない。さて、近いよ、急ごう。行った。そっちか。バレット、ティファ、無事だったか。すぐに行く。おう、そこに階段があるんだろう。早く合流しないと。あ、これで反対側に。クラゲどもが、その足一本一本吹き飛ばしてやろうか。それ向こうに行けるはず。おりゃー。え、押されてる。急ぐぞ。魔法使うんだ、バレット。バレット、おう、こっちだ。手配 ID 戦車、カメラを確認。全員捕らえる。頑張るね。おう、引っ込んどけ。結構久しぶりのバレット操作だ。あと兵士もいる。俺が出る。危ない。よし、スタンレイ。よし、バースト。ってなもんよ。追っ手は振り切れたかな。余裕余裕、場所の確認して、さっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが、抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。 E まで。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番魔航路線だね。まずは線路沿いに魔航路方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。魔航路近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからな。あっちだね。
小番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。さて、螺旋トンネル C 区画、ずっとトンネルを突っ走っていったような気がするけど、 OK、 分岐点があるからそこを先に進むと、こっちで合ってるかな。 OK、バレットは武器が変わってないからマテリアが1個しかつかないし。目印はシンナの犬の絵だ。壁、気にしとけ。犬？中継スタンド。奴の鼻が向いてる方に5番マコーロへの道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。スタンレイがいる。スッタッスッ、受けて。魔法、こいつ。やべ、いや、バレットの方がいいのか、今は。俺の見せ場だ。ぶっ放し。あ、どこに撃ってんの。オッケー。で、この間にクラウド。OK。マコロは青信号の先だぜ。お、炎がついにレベルアップ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから、一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。おーっと、めっちゃ飛んだ。あの箱を切りたかったな。ファイラーになった。よし、 MP の消費も増えてるけど、スタンレー B。 よし、ちょっとオブジェクトが悪いな。よし、もう一丁ブレイバーで、キャラクター切り替え、もう一丁切り替え、引っ込んどけ。そっちはどうだ。バーストした。ここで仕掛ける。すげえ、まだいる。強打。よし、3人もいると切り替えて戦いやすいな。
そういえばこのケアルラだけど、確かねオリジナル版 FF7 は全体化っていうマテリアを使えばパーティー全員に均等にこういう回復マテリアとか回復魔法が使えたけど、あったぜ。今回もそういうのがないとダメかな。マテリアの組み合わせで結構壊れる能力とかあったりしたから。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道、目印の通りに進もう。なるほど。うわ、ネズミじゃ。あ、弱い。あ、宝箱じゃなかった。死んだボックス。モーグリメダル未だに使ってないっていうか、どこで使えるんだろう。なんだろう。君はな。これモンスターの巣かな。ああ、プレートの中のモンスターは魔法の影響でヤバいことになってる。魔法のせい。ああ、シンナのせいだ。あんたの世界は単純でいい。気に入ったか。うえ。じゃあこっち来いよ。考えてる。ああ、やっ。気色悪いな。あ、決まった。火が効きそうな見た目だな。これはファイガになればもっとド迫力な炎になるな。